はい、こんにちは、のぶ太郎です。今日もグレブヤードキーパーやっていきたいなと思います。ちょっと1ヶ月近く空いたんでね、わかんないこともあるかもしれないですけど、とりあえずね、ミスチャームのところに来ました。首飾りをスネークにもらった後だったかな。首飾りについて聞いたんだけど、スネークからお金はもう持ってないと言われたよ。あの、ろくでなし。じゃあこのかわいそうな女の助けにはならなそうね。でもあなたの首飾りの場所は教えてもらったよ。可能であれば取り返してくる。あー、なんか誰かが囚人か誰か持ってんのかな。あら、甘いのね、あなた。甘いといえばチェイン夫人の香水を嗅いだこと。チェイン夫人って誰だっけうん、いい匂いだけど。あ、この酒場の妻かな。あなたも気に入ったのね。私も一瓶手に入れないと。彼女に話を聞いて、私にも持ってきてくれないと。自分で頼めないのかい。なんでか知らないけど、私嫌われてる。私がアリサと友達なのが気に入らないみたい。アリサがわかんねえな、またさらに。あ、なるほどね。自分作るっていうのもありか。チェイ夫人これでしょ？だよね。香水くれよ。あなたの香水を一瓶いただけないか？気に入っていただけた？でも私はもう飽きた。新しいのを作るつもり。使ってた方は小瓶でよければあげられる。でもその前に一つお願いしたいことがある。この食事を姉のところまで持って行ってちょうだい。沼の真ん中。魔女のこと？それと帰ってくる道中でカエルを12匹捕まえていただける。新しい香水作り。カエルが材料なのか。また結構えげつないですね。沼？だよね。あっこだよね。まあちょっとね、これはまた後々行ってみましょうと。で、香水手に入れた後、ミスチャームとね。とりあえず来てみたけど、こいつかな？あ、よかったよかった。じゃあ食事を渡す。妹さんからの食事を持ってきたよ。リンゴは嫌い。美味しいリンゴなんて存在しない。どうしたのかな？なんか、あれかな？メンヘラなのかな？あ、カエルちょっとわかんねえか、買うか。10匹。あ、むしろ買う？買わないといけないのかな。カエル見たことないもんな。カエル買った。リンゴか。なるほど。黄金のリンゴって金貨10枚だってよ。たけ。ちょっと速度のポーション買っとこうかな。また少なくなってきたからね。ちょっと高いんだよねこれ。4個ぐらい買っとくか。で、また、あれかな。あ、まだ時間的に、というか、ミスチャームのところに戻ればいいのか。了解。また、やっていきましょう。はーい、アンチ棚をね、この、解剖するところに作ってみようかなと。これで物置けんのかな？物置けたらいいんだけどな。いや、もう、チェストみたいなのが作れないのよ、これ。どうなのかな。ちょっと一回作ってみましょう。よーしよしよしよし、これが欲しかった。本当にこれが欲しかったの。なるほどな。あー、よかったこれ。いや、ここで解剖すんじゃん。脳とかさ、脳とか心臓とかさ、ああいうの腸とか置いておきたかったのよ。また一つ便利になってしまったようですね。はーい、商人のところで、木箱に入れた野菜みたいのを作らなくちゃいけないんですけど、多分ね、ここに見つけたんですよ、この木箱工場。これ作ったらとりあえず何かが起こりましたね。これ、ここで作んのかな？よくわかんないんだよね、まだ。とりあえずこれで、これがあれば木箱の中に野菜を詰め込めるのかな。まだそういうテクノロジーがなかったから、どうだろう。
あ、結構体力使うなこれ。体力使っちゃうな、結構というかかなり。ゾンビにでもやらせればよかったんでしょうか。なるほどなるほどなるほど。箱を作るだけかな、まず。箱と箱入りの野菜を作れってことかな。ちょっとね、どれを作ればいいのか忘れちゃったんで。忘れちゃったね。ちょっとね、商人のとこ一回行って調べてみようかな、後で。はい、改良を持ってね、酒場に来たんで、チェイン夫人に渡したいと思います。これで香水がもらえるのかな？話すなら主人にお願いと。香水。いやー、12匹だったー。これあれかな？銀とかじゃないで、これでもいいのかな？一応何か入ってるってことなのかな？品物が入った木箱っていうのも。よくわかんないんだよね。あー、でも、これ使いたくないな。このボールは使いたくないな。あ、これ野菜じゃないな。なるほど。これは何が入ってんだ？これは釘が入ってるってことか。はい、銀の玉ねぎとかを、がないと箱作れないんで、ちょっとそれが欲しいなと思って作ろうと思ったんですけど、銀の種が使えないということで、多分これでしょうね。農場の質、肥料を使って質を上げるのかなと思います。ちょっと待ってな。よしよし。じゃあ質をちょっと上げましょう。上がったのかな？これで。よし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 。ここら辺がね、作れるかなと思ったら、ちょっと種が足りませんね。種が足りませんね、全然。なるほど。あ、玉ねぎがいけるな。これだけじゃあ作りましょうか。作らせましょうか。まあ、こんな感じでね、ちょっと作って、玉ねぎとかを増やして箱を作っていきたいなと思います。ちょっとね、品物の入った木箱1個作ってみました。釘のやつ作った、もう一回作ってみようか、じゃあ。ついでだから。この、複雑な鉄分が入った木箱ちょっと作ってみたいと思います。作り終わったら、エレベーターになってて、下に降りていったのよ。ちょっと見に行きましょうか。これを作ったら下の方が施設みたいになってて、こんな風に陳列されてんのよね。で、多分ここにゾンビ置けば、勝手に運んでいってくれるっていうやつかなと思います。ここから多分出てきたんだね。まあ、せっかくなんで、一個持って行ってみましょうか。商人のところに。多分こんな感じでゾンビにやらせて、まあ、自動で、ここまで持ってきてもらうっていうのがベストなのかな。で、とりあえずここ1個置いて、これでいいのかな？何でもよかったのかな？野菜かなと思ってたんだけど、これでもいいのかな？ま、商人がいないんで、ま、商人がいる時にまた来て、また来たら売れてんのかな？それでまたね、進めていきたいと思います。確か、肥料を作って、肥料なんで作ったかっていうと、なんだったかな。魔女狩りのところの、新門館のところに、で、なんか屋台を作れと。金のハンバーガーと金の玉ねぎをおそらく作んなくちゃいけないと。で、金のハンバーガーと金のビールを作るためには、金のホップと金の玉ねぎがいる。で、金の玉ねぎと金のホップは自分で作らなきゃいけない。でも金の種が、一応1個あるけど、売ってないと。そのために確か肥料がいるみたいな話だったかなと思います。自分で作るか。ちょっとここもいっぱいそうだし、多分でもこの肥料を、あーでもこれあれだな、多分肥料を使っても金のやつは作れないから、自分で、まず今のところは金の種がない時は自分で多分作らなくちゃいけないと思う。これ肥料の使い方がね、よくわかんないんだけど、これでいいのかな。おー、なるほどなるほど。で、これで銀の、うわ少ないな種が。種買いに行かなくちゃいけないな、また。ホップは？ホップの種あるかな。あ、ホップの種もないんだ。じゃあとりあえず、そうだな。
ホップの種ないの俺、ほんとに。ホップの種買わなかったっけ。これ植えれないのかな、ここじゃないのかな、ここかなと思ってたんですけど。ホップはちょっと違うとこなのかもしんないね。まあ、とりあえず、いや、から、なんだこれ。あ、肥料無駄に使っちゃってたかな。じゃあ、これで、銀の玉ねぎをちょっと植えて、様子見てみましょうか。肥料を使う、でもなんかこれ星が銀になってるから銀のやつができそうな感じがするんだよな。よく分かってないんだよな。とりあえずこれで様子見てみましょう。こうマーケティング戦略よく分かんないけどねよく分かんないんだけど、これとりあえずチラシ書いてきたんでやってみますか。プラス1、なるほどな、なるほどな。であとはこの縦切り丸太材を持ってくればパレット作れますよってことか。なるほどなるほど、了解です。魔女のとこやってきました。カエルかな、カエル全部買っとっか全部買っとっか。これあとなんかいるもんあったかな、なんかね使えるものがないかな。まあ、こんなもんか。油買っとっか。油、油は使える。じゃ、これでね、あっこに行こうかな。酒場に行って、物語進めていきたいなと思います。はい、じゃあ、チェイン夫人のとこに来たのでね。カエルを渡しましょう。で、香水を手に入れると。あざっす。あざっす。あとはね、これをミスチャイムに渡せば OK かなと思います。はい、ちょっと商人のとこに来てみました。あ、まだ売れてないのかな？仕事の話をしよう。あー、まだ売れてないのか。あ、7個持ってこないといけないのかな？はい、なんとね、金のビールがこれで作れると。金のホップね、ホップを売ってる人のところで、まあ、この麦を売ったり、売り買いをしてたらレベルが上がって、まあ、金のホップが買えたんで、種も買えたんで、まあ、金のホップを買ってきて、まあ、ここでちょっとビールを作ろうかなと。金のビールは10個だったかな。これで、下手したら、金のビールは完成ということになりそうですけど。で、金のホップ。金のホップじゃない。金のビールは、まあ、10あればいいと。これ1個で OK かな。じゃあ、早速作っていこうかな。あー、なるほど。ちょっと待たないといけないってことな。またこれは次回のお楽しみということで。